お疲れ様です。今日も練習したんですが途中でパンクしました。最速で直したらなんとか復帰できて合流して、スプリントまでしたんですが納得いかなくてもう2周回りました。はい、あれでしょ、逃亡犯あれだった知ってる。今日は全然再会ぐらいだった。赤い彼がねものすごい最近飛躍的に速くて今日ビリなんだけど俺2班でビリなのに2位。でもビリと言っても今日はあれマシンはどうしたの。あちょっとなんかガチャガチャ言ってるんで、預けてて、びっくりですよね。あの試乗車で周回練習してるみたいで、抜群の速さでした。疲れました。で今日は最後までできました。内容はこんな感じです。もうみんなチームの人は帰っちゃうんですが、中学校からの同級生で、で中学校卒業してしばらく会ってなかったんですけど、このロードバイクのチームとしてまた再会したんですよ。奇跡ですよねそうだから中学校の僕を知ってるんで、ご存知の通り僕80キロぐらいもう中学生の時で会ったんで、最初会った時は本当に僕のことを見て誰だか分かんなかったそうです。はい、いやお疲れ様でした。あとちょっと待って、簡単にこれラピエールのゼリウスですよね。ゼリウスです。ゼリウス。アルティメット SL ですね。アルティメット SL。で、トップチューブ、ここすっごいおしゃれなんですよ。はい。で、パワーサドルにホイールがローバル。X50 です。はい。電動ですね。これ僕も候補にあった1台です。じゃあお疲れ様です。すごい疲れました。で、まあさっき練習中にお話ししたんですが、同級生も今頑張ってます。で非常に今寒くて、さらにコメントにあったんですが、この時期どうモチベーションを維持してますか。やっぱりこの時期いろんなそのモチベーションに対して皆さんその季節柄ね寒いし、あとこの日照時間が減ってきてビタミン D の生成ができなくなってきて、若干ね気持ちも鬱っぽくなってくるんですが、その同級生ももう1年ぐらいロードバイクを乗ってサイクリング、美味しいもの食べたりで、今の周回練習の時も、まあ、自分のレベルに合った集団、やはり僕は1年通して高いモチベーションを持ち続けられるタイプなんですね。基本的にあーって落ち込んでも2日3日でなんかもう、美味しいご飯が食べれればもうすぐ、気分も晴れて、長くは、落ち込んだりしないんですね。落ち込みやすいタイプなんですが、すぐに元戻る。でトレーニングの方も高い水準でいつも保ってられます。1年中何が言いたいかっていうと、やっぱり、仲間ですね。あのサイクリング動画でも言ったんですが、頑張ってる仲間を見たりで自分が頑張ってる姿をまた見るじゃないですか。ちょっとその見た方も頑張る。だからもしもソロライダーの方がいらしたら、まあ、僕の動画でもいいですし、なんか他の、 あの有名 YouTuber の、自転車、乗りの方を見たり、なんかこう刺激をもらって、お互い頑張りましょう。もしもテンションが下がって上がらなかったらコメント欄にください。一緒に頑張りましょう。そうやって持ちつ持たれつでやっぱ障害スポーツにしたいですもんね、まあ、そんな感じでちょっとかっこつけた、終わりになってしまうんですが、冬になっても高いモチベーションを持って頑張っていきましょう。はい、で今日の動画がちょっとでも楽しかったらいいね、チャンネル登録お願いします。それと SNS、下の概要欄からチェックしてみてください。それじゃあまたお会いしましょう。バイバイ。